石川県白石市長、元白衣市議会議員、石川県白石町出身、石川県立白石高等学校卒業。1977年3月、明治大学法学部卒業。同年4月、白衣市役所に入庁、教育次長などを歴任。2016年10月2日に行われた。 白石町選挙に立候補するも、現職の山部義信に敗れ落選。当日有権者数、1万9334人、最終投票率 75.、75.81%2017 年9月3日に、行われた白石議会議員選挙に立候補し、トップ当選を果たす。2020年6月10日、市長の山部は、市議会定例会で、 人気満了に伴う市長選に出馬しない考えを表明した。当初、市長選は市議会会派自民白衣と白衣市民の会が前副市長のビンゴ勝則を統一候補として擁立。しかし、同年9月10日に元市議の横山高博士が出馬表明すると、両会派の関係が悪化。岸の出馬表明後、横山は取りやめ。 自民白衣の支援を受けた騎手と、連合石川の推薦、白衣市民の会の支援、山辺の後継指名を受けた、ビンゴの一騎打ちとなった。異例の短期決戦となった、市長選は10月4日に行われ、騎手が177票差で、ビンゴを破り初当選を果たし、11月1日に就任した。当日有権者数、18,344人、最終投票率。 74.62%ありがとうございます。